こんにちは、こすけです。今回は僕が2年間使っていたこの iPhone X、 ずっとねケースなしで使っていたんですが、どのくらい傷がついているのかチェックしていくだけのね簡単な動画となります。 iPhone はデザインもなかなかかっこいいので、僕はできればケースなしで使いたかったんですよね。そして右手に持っているのが今回買った iPhone 11 Pro Max なんですが、これもねケースなしで使おうと思っています。ディスプレイ面にはガラスフィルムを貼って、裏はねこのバンカーリング、アイリングですね、これを貼るだけでケースは全くつけていない状態ですね。今回もこれで使おうと思っていますが、 iPhone X もこの状態でね2年間使ってみたので、どんな感じになっているかね見ていきたいと思います。当然ですがディスプレイ面はね安いガラスフィルム、まあ100均のやつとかね貼っていたので全く傷はありません。ダイソーのでもね十分保護効果はありますよね。まあ指の滑りが悪いとかね、ちょっと厚みがあるとか、そういうデメリットはあるものの、コスト的にはねかなり安いです。僕何回かねこの iPhone 落としていて、その時表面のガラスフィルム割れてるんですが、まあ、100円だとね買いやすいですし、全く懐も痛くはならないです。当然ですが落としてガラスフィルムは割れてもディスプレイには全く傷がついていませんね。まあ、安いねガラスフィルムでも十分傷は防げると思います。そして気になるのはやっぱり背面ですよね。ケースなしで使っていましたから、どのぐらい傷が入っているかなんですが、実はねこの背面のガラスほとんど傷入ってませんでした。見ての通りね、光を当てても傷らしいものはほとんど見えないと思います。少なくてもね肉眼で見た感じだと、まあ、傷なしと言っていいんじゃないかなという状態だと思います。まあ、やはりねカメラだと分かりにくい部分もありますが、少なくてもね僕が肉眼で見た感じだと、まあ、傷はほとんどなかったですね。カメラ周りなんかを拡大してみてもそんなにね傷見当たらないですよね。結構しっかり光を当てて確認しても細かい傷すら僕には見えないですね。当然ね裏側ケースなしで使っていたので、このカメラの出っ張りガツガツね机だとかあちこちにぶつかっていましたが、こうやって見る限り特にね大きな傷はもちろんですが、小さな擦り傷みたいなのも見当たらないと思います。結構頑丈にできてますね。やっぱりねこの裏側のガラス面だけ見ると2年間も裸で使っていたようには見えないと思います。大きな傷はもちろんですが、擦り傷もほとんどありませんからね。この背面のガラスはかなり傷つきにくいように思います。でね、一番傷がついてたのはこの側面なんですよね。側面はね結構落としたりもしているので傷が多いです。まあ当然ねカバンとかポケットに入れたりもしますから、擦れますからね、擦り傷が最も多くなっています。まあ、特にこの角の部分見てもらったら分かるように結構細かい傷ついてますよね。 iPhone X のこのバンパー部分は確かアルミじゃなくてステンレスのはずなので、大きくへこんだりということはないですが、まあ細かい傷はたくさんありますね。落としたり、まあ、3、4回落としたのかな。もちろんアスファルトの上にも落としてます。そして毎日カバンだとか、あとはポケットとかね、まあ、もちろんその辺に置いたりもしますから、結構ガツガツぶつけている部分です。見ての通り細かい傷がねたくさん入ってしまいますよね。ただこれはね光を当ててあえてね傷を目立ちやすいようにして撮影しているので、すごくね細かい傷入っているように見えますが、実際ね手に持って使ってるとこんなには傷気にならないと思います。普通に手に持ってねある程度距離を離して見ている感じだとほとんど傷なんかないんじゃないかなと一瞬思ってしまうくらい目立たない傷です。まあこうやってじっくり見るとねやっぱり細かい傷たくさん入っていますが、まあでもねこれぐらいで大きなへこみなんかはありませんし、小さな擦り傷はねこれはしょうがないですよね。やはりね絶対に傷つけたくないんだという人はねケースに入れた方がいいと思いますし、まあ、もしね落として割ったりするのが嫌だという人も入れた方がいいと思います。ただ僕みたいにねアップルケアに入って、まあ、あとはね2年か1年でどうせ買い替えるものなのでまあいいかなというタイプの人はケースなしで使ってもそんなにね傷気にならないんじゃないかと思います。というわけで2年間ケースなしで使ってきた iPhone の傷の状態チェックしてみました。さすがにディスプレイ面はね安い保護ガラスでガードしていますが、それ以外は結構傷つきにくくなっているので、僕はねそんなに気になるようなものではないですね。バンパー部分に小傷がつくくらいでしょうかね。
今までずっと iPhone はケースに入れてましたが、まあ、ケースもね安くはないですし、まあ、せっかくねこのガラスの iPhone ですからそのまま使いたかったということもあって iPhone X はね試験的にケースなしで使ってみました。結果はねなかなか良好だったので iPhone 11 Pro Max これもねケースなしで今回使っていこうと思います。さすがにサイズが大きくてね片手では持ちにくいので裏にバンカーリング、アイリングはつけますがそれ以外はね、裏は裸ということになります。またねディスプレイ面のみ保護ガラスをつけてどうなるか2年後ねしっかりチェックしていきたいと思います。ステンレス部分がねもうちょっと小傷つかなくなっていてくれればありがたいですよね。ちなみにこの iPhone X は小傷はついていますが割れたりはしていないので普通にね満額で買い取りしてもらっています。4万円ちょっとぐらいで買い取りしてもらっているのでケースなしで使っても割らなければ特にね売却時の価格に大きな影響はなさそうです。これからも北海道のことや車のこと北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。